はい、皆さんこんなの NNMI です。いや、超久々に開いた。このところ仕事が普通にバッグのように使われててやる暇なかったね。マメマン、ちょっといいかな。あ、いいけど一体なんだよ。実は僕のところのマメマンが君のゲームずっと借りてたみたいだから返しに来たんだよ。はい、これ。あ、これね。そうだよ、そうそう、マメマンのやつ本当にルーズだからな。漫画だってビデオだってちゃんと約束通り返してくれたことないんだ。たく、あんたもあいつのテーマだったら今度こそよーいっくい言い聞かせてくれよな。そうなんだ、僕もからも言っておくよ。あ、本当によろしく頼むぜ。やれやれ、ヌメモンって本当にみんなに迷惑かけてるみたいだね。なんで逃げた今。ああ、間に合わんかったか。いや、間違って連れてきちゃったんだよな。確かメモし直したんだよな。あとやってない。あ、NNMI、お帰りなさい。今、メモにゲームちゃんと返してくれた？うん、もちろんだよ。でも、メモ借りたものはちゃんと約束通り返さないとダメだよ。わかってる？うん、もちろんだよ。でも、借りたことを忘れちゃった時はどうしようもないけどね。えへへ。とにかく、これからは、そんなこと絶対ないように気をつけるんだよ。はい、わかりました。えへへ。本当に大丈夫かな？やっぱりちょっと心配かも。この辺もう終わったんだよな、なんだかんだ。まず言えるのは、ワームモンがいる状態だとウェイモンの依頼ができないっていう。
で、この状態でファームを入れ替えのファームに入れるお願いファームで誰連れてく？ずっとも連れてくか。ちょっと待ってね、特訓が多分もう一回できる感じだわ。300長いな、にしても。さあ、どれからやるか。あ、いや、まあ、スティングも入れてていいのか。ケンティモは40個達成しとかないとできないから、ああもうエテモンやろう。もう参ったわね、どうすればいいわけ？ゴブリも何か困ってるの？それがね、さっきちょっと出かけた時排水トンネルにエテモンマイク忘れちゃったのよ。どうしよう、あのエテモンマイクがないと落ち着かなくてあまり調子が出ないのよね。ねえ、ねえ、マイ悪いんだけど、これから排水トンネルに行って私のエテモンマイクを取ってきてくれない？いいよ、任せといて。この私のお願いだもの、聞いてくれて当然よね。わ、攻撃777だ。7が3つ続いてる。じゃあ、よろしく頼んだわよ。よろしく、いいわね。排水トンネルね、了承した。ついでに、バンデモンとかデビモンとかをあれしたいから、あ、いや、そのためにわざわざあれしてんのか。あった、意外と早く見つかった。あれ、おかしいな、この中何も入ってないよ。うわ、君は一体何なの？私はデジモンの中でも最高のマメモン、プリンスマメモンだ。お前たち一体ここで何をしている？あの、僕のエテモンがここで落とし物をしたっていうんで探しに来てるんだよ。もしかしてその落とし物とはこのエテモンマイクか、または精神のリングガンマのどちらかではないかね。あ、エテモンマイクです。精神のリングガンマあんまいらん。おお、お前は正直者だな。いいだろう、気に入った。お前には特別にエテモンマイクと精神リングガンマ、その両方を与えよう。え、本当に？ありがとうございます。ではさらばだ、これからも正直に生きるのだぞ。おかげでエテモンマイクと精神リングガンマを手に入れたよ。やったね。あ、うん、うん、いや、うん、いや、普通にエテモンマイクでいいんだけど。
精神リングそこまで使い道ねえぞ。ねえねえ、戻ってきたね。どうだった？うん、無事見つかったよ。はい、確かに間違いなく私のマイクだわ。ああよかった、これでまたベストな調子で歌うことができるわ。さすがにねえねえ、マイ、私のテーマよね。ゴブリもとっても喜んでるよ。よかったね。というわけでロゼモン、なに、何、これ何、こういうイベントなの、バグなの。いいけど何。え何があったと？了承した。いや別いいけど。いいんだけどさ、何があった？あの怖い演出何？あ、っていうか、オリンポスエッグの存在忘れてた。オメガエッグはかろうじて覚えてたんだけどな。オリンポスエッグのこと、存在そのものを忘れかけていたぞ。5000必要なんだっけ。まだまだ先は長いな。ちゃんと水のところに入れてあげれば、そう難しい話じゃないんだけどな。お金もあるから別やっていいんだけどな。ムシムシジャングルって言ってたっけ。なんかゴールドになってからの依頼だから、ちょっと強いの出そうな気がすんな。60分の40だから、60対40は100対 X か。60x イコール4000。
60x イコール4000の x イコール60分の4000。通分したらとりあえず10で割って6分の400。で、2で通分できるから、3分の200か。3分の200。200割る3で、6の18の6.6、66%以上になってれば、40個以上のクリアできてることになるから、ケンティモンもいけんな。暗算でやってるから、当たってるかどうかが結構怪しいけど。ホラー演出忘れたくて、なんか変にもう普通に計算してたぞ。もう。
ウォーゴボボス戦前回 なんかボス戦始まりそうで怖くない？イベントボス的なやつ出そうで怖くないか。話の内容が分かんなかったからちょっと警戒してんだけど。まあ、デグ聞きたいのはいいな。あ、これってデリクリームだよ。よし、早くデリファームに戻ろう。あれ？めっちゃすんなり終わった。これゴールドランクの依頼だぞ、一応。うん、もう一旦終わろう。はい、一旦終わります。はい。